はい、どうも、結局です。今日ですね、セイントセイヤ、黄金伝説完結編、やっていきましょう。今回はデスマスク戦からです。デスマスクはもちろん、シールでいきます。コスモライフ全開で。ちょ、しっかり稼ぎたいね。ちょっとまた道中稼ぎ入れます。今回はデスマスク。で、アイオリアまで倒したいね。オッケー。ここ岩飛んでこない。いいね。ここで稼ごう。ここ楽。もうそろそろ落ちてくるか。行きましょう。先進めと。この辺でどう？大丈夫やね。いいね。稼ぎやすいね。700ぐらいまで稼ぎたいね。あ、シリューはね、復活イベントあります。なんでここはシリューがおすすめ。この辺はちょっと無理か、うん、めんどくさいね。ここもめんどくさいね。 OK。 こいつ6ポイントか。うまいじゃん。ちょっと避けるのめんどくせえな。進もう。あの最後のとこで稼ごう。ここここ。とりあえず700いった。結構稼げた。 OK。 もう落ちてくるかな。もう来たよね。来た。お前は強行が悪と知りつつ使えてるのか。はい、じゃあマックスで。はい、また飛ばされます。戻ってこないといけないです。でもジェミニーのとこよりも楽だったと思います。から来る。押すしかね。ここは慎重に。落ちたら最初からすからね。マジでめんどくさいっす。 OK、 いい感じ。どうだ。いいね。ほとんどダメージ受けてない。急げ。着いた。
ドラゴン最大の奥義、ロザン昇竜派。いいね、いいダメージ。しまった、避けてない。痛え、コスもだいぶ削られた。これはまずいっすね。うーわ、しかもかわしてくる。まずい。避けるタイミング難しいよね。もう全然入んないっすね。一回倒れて、もうマックスまで振って、もうそれしかないね。うん、当てたところでね。春麗、神様お願いします。地理をお守りください。消えるな、竜よ。400ポイントもらったんかな。一発目当ててかわさないといけないですね。デスマスク強えな。いくぜ、ロザン昇竜派。オッケー、当たった。ただここ避けないと。で、次当たればもうだいぶ優勢っすね。うわ、かわしてくる。めんどくさいやつやな、こいつ。しまった、当たった。229。70も減った。しかもコスも多く削ってくるっていうのがね、なかなかっすよね。流星拳みたいな感じでさ。オッケー、ここ当てればでかいよ。ドラゴン最大の奥義。よし、次で終わる。当たった。よし。いや、強かったね。じゃあ次行きましょう。次は聖夜です。ここはコスモ全開で、ライフはまあいいっすかね。あとでどうせ減らすので、まあ、とりあえず200くらいにしとこうか。うわ、幼稚くるんか。めんどくさいね。楽に稼げるところ。せいや、射程がな。いや、もう進みましょう。急ごう。こんだけしかないですからね。しょぼいよね。もう進みます。本当は稼いだ方がいいけどね。ここちょっと下から行きてえな。オッケー。慎重に慎重に。焦る必要ない。落ちたら最後。オッケー。こいつは稼ぎやすいね。ちょっとここで稼ごうよ。アイオリアね、そのまま戦ったら厳しいんですが、攻略分かってれば楽です。
ケー、進もう。なんだって？ここは減らします。ゼロいけたかな。カシオスファンの方、お待たせしました。登場します。あ、ゼロいけるね。一体どういうことなんだ。力を貸してくれるんじゃなかったのか。俺がセイヤにとどめを刺してやるぜ。なんて卑怯なやつなんだ。ここは俺に任せろ。そして一刻も早く強行の前行くのだ。アイオリは強行に操られている。で、ここで全開まで振ります。もう一回離したら攻撃ダウンやったかな。今もうダメージは入る状態になってるんですが、ここ一回離した方がいいよね。アイオリアの攻撃そのままだとめちゃくちゃ痛いんですよ。お前は強行悪と知りつつ使えてるのか。あ、オッケー。今音鳴ったね。これで攻撃は4分の1くらいになったはず。オッケー、食らった。コスモマックスの流星拳は痛いやろ。ライトニングボルト。当たりはしない。オッケー。ペガサス流星拳が使いやすすぎる。ほとんど食らわないの。よし。はい、これ当たってない。ライトニングプラズマ。うわ、当たってない。粘るやん。オッケー、ヒット。コスモの減りが素敵。結構避けますね。残り9。次で最後だ。はい、ということで今回ここまでですかね。次回はシャカです。シャカは一番強いというか、まあめちゃくちゃ強いね。一騎を登場させるかどうかなんすよ。シャカは、シャカもやっちゃいますか。シャカはね、いつも原作無視でセイヤで倒します。でセイヤのレベルを上げてます。ただ今回は原作通り来たいので、一回全滅しないといけないですね。とりあえず、シュンから行こうか。俺、こっちのパターンほとんどやったことないんですよ。全滅で、
まあ、ここでやられて大丈夫やね。で、紫龍も、まあ、同じっすね。ゼロにして、もうすぐやられましょう。で、聖夜は、最後まで進んで、釈迦のライフ、まあ、コスモ、ある程度削ろう。それでいこう。うまくいくかわかんないですが。で、せいやマックスまで振って、いや、こっちのパターンめんどくさいんすよ。まず全滅して、まあ、ちょっとその後は、お楽しみに。まずは全滅が大事。道中は、まあ、難しくなさそうか。楽っすね。あ、もう着くね。ポイントはいい感じなので、ちょっとある程度全力でいきましょう。流星拳。オッケー、当たった。シャカやっぱ強えな。599。ただ流星拳が強い。もう一発当ててくれれば。ただ削りすぎたらまずいんかな。300以下か200以下か、なんかイベントあるんすよね。これもう一発撃っても大丈夫かな。ちょっとライフ多すぎましたね。こっからは食らっときましょう。全部食らいます。ちょっと振りすぎたね。たださ、一発目外して相手の攻撃食らうパターンあるじゃないですか。避けるのミスって、そしたらもうきついっすからね。コスモ599の一撃は痛すぎるよね。くらえ流星拳。コスモが全く入ってない流星拳。はい、これで倒れて、で最強のとこは登場。お前はフェニックス一騎。現場拳。で、こうやって一騎の場合、異次元にまた飛ばされるんすよ。で、戻ってこないといけないので、あ、やっぱ一騎強えな。499で、端まで届く。うわ、足場が悪すぎるって。シャガのコスモとか減ったままっすよね。回復してないよね。
回復してたら結構きついっすね。いや、この兵士うまくないな、これ。2ポイント、たったの。まずい。あんまり削られるとまずいかもしれない。倒せる、オッケー。慎重に一個落ちようか。ついた。フェニックスは何度でも蘇る。現場剣。うわ、当たってね。うん、大丈夫っすね。くらい。うわ、当たってね。これで条件も満たしたのでゼロでいいはず。ミスって全滅したりしてね。いや、やり直しめんどくさい。大丈夫っす。二人とも粉々になってしまうぞ。で、クリアです。次はね、紫竜です。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。